おっす、ほら、勇者。この前ちょっと QR コードが見づらいって言われたから、まあ、今回は勇者さんのドリトモチケをゆっくりと紹介していくよ。さて、今回なんだけど、前勇者ちゃんの友チケの QR コードが読みづらいっていう意見があったから、思い切って静止画でくっつけてみたわ。まあ、これだから、あとは画面の明るさを最大にして、見たいところでポチッとなおすれば、まあ画面が止まるから、それで多分プリパラの筐体にそのまま読み込めるんじゃないかを。多分ね。というわけで、紹介の前に、久々にゆうちゃちゃんの漫画を描いてみたを。まあ一コマだけなんだけどね。ついに揃った紙コーデ。ゆうちゃちゃんが紙コーデを初めて着た時の話だを。行くよ。プリパラのシステムは、すこぶる調子が悪かった。神ってるとは、プリパラを取るとは、ゆうちゃちゃんの戦いは、まだまだ続く。まあ一枚だとこんな感じだよね。というわけで行こう。まあ静止画だからこの間何してようか、歌うか。ドはどうなってるんだこれは。のど、れは連戦もやむなし。のれ、みは民事訴訟。のみ、ファーはファー。そうは阻止限界点のそう。らはライザップのら。しは島村よ。さあ歌いましょう。はいはいはい。空見とは真剣。はいはい。まあこんぐらいかな。さて、まあせっかく発掘したことだから、今までゲットしたドリトモチケ、絵柄だけ全部見していこう。ああ、ゆうちゃちゃん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 。うさぎのゆうちゃちゃん。なかなかカードが強そうなゆうちゃちゃん。ドロー！ヒュー。ダンサーゆうちゃちゃん。トランプなゆうちゃん。ああ！危なかった。規制に引っかかるとこだった。めっちゃ見えてるし、透けてるし、とんでもねえよね。にしてもプリパラは、オラに元気を分けてくれのポーズ好きだよね。よいしょ。てい。はぁ、ゆうちゃちゃん。ああ、ゆうちゃちゃん。わっちゃんと。おっと、危なかった。水着だから危なくなかった。マジ天使。マジ天使。マジ悪魔。マジ天使。マジイチゴ。マジティー。マジアイドル。マジアラブ。あ、これ一番最初のやつだわね。まだ装備が全然整ってなかったから、ほんとメチャンティストな感じで適当にやっちまったわ。メチャウェルだわね。メチャウェル。まあいいや、というわけで、チャオ。